皆さんこんにちは、トロピー大塚です。この動画では様々なマジックに関することをランキング形式で紹介したいと思います。今回のテーマは白のベストカード5選。マジックにはそれぞれ色があって、白はカードの役割で言うと団結の力でパワーアップしたりとか、癒しの力でライフを回復するとか、あとは法の力によって相手の行動を制限したり禁止したりするのが得意な色ですね。それでは早速ご紹介したいんですけれども、そもそもベストカードって何よっていう話なんですけども、大体まず一つはですね、長く使われている、愛されている、で次は強いっていうのと、人気があるっていう、この3つ、独断の偏見でベストカード決めたいと思います。まずはこのカード、石鍛冶の神秘化。このカードは装備品というカードがあるんですけども、それをデッキから探してくるというクリーチャーです。2つ目の効果として、マナを払うことによって装備品を手札からポンと場に出すことができます。このカードが出た当初は特に強い装備品があったわけでもなくて、そこを注目されてなかったんですね。このカード恐ろしさが判明するのは実にその1年後のことですね。装備品が1つのテーマとなっていたミラリーの傷跡のブロックでは、狂炎と飢餓の剣とオーダー使いという強力な装備品が登場しました。特に猛威を振るったのがオーダー使い。装備品は装備コストを払って場のクリーチャーに装備させることで強化することができるカード。そのためクリーチャーがいなければ何の役にも立ちません。ですがこのオーダー使いは、出た時にトークンというクリーチャーを生み出し、装備させた状態で場に出るという装備品の弱点を補ったカードでした。まさに装備品の究極系。クリーチャーの効果なので、いつでも出せるため実質瞬速も持っているわけです。そしてこのオーダー使い、さらに恐ろしいのが3マナで手札に戻せる。オーダー使いについてきたトークンを除去してもまたもう一回手札で戻して、石鍛冶の効果でもう一回出せば、あら不思議、またトークン付きで出てきちゃうんですね。この石鍛冶の神秘化&オーダー使いのコンビはですね、当時のスタンダードを席巻して、精神を刻む者ジェイスと共に禁止されちゃいました。モダンでも禁止されていて、今ではですねレガシーで活躍して元気な姿を見せています。続いてはこのカード、天秤。お互いのクリーチャーと土地と手札の数を少ない方に均等にしてしまうっていうカードですね。一見何の問題もないカードのように見えるんですけども、実はそんなことないんですね。とんでもないぶっ壊れカードなんです。ポイントは少ない方に分けるということ。例えば手札がこれ1枚の状態で唱えると、相手の手札を全て捨てることになりますよね。しかも参照するのは土地とクリーチャーと手札、この3つのみ。相手はコントロールデッキで入っているクリーチャー0枚、自分が使っているデッキは高速ビルドダウン5体クリーチャー並べます。そしたら相手が、はい天秤、俺のクリーチャーが全滅みたいなね、状況によっては損するカードなんですけれども、デッキの構築の段階とか戦略が唱えるタイミングでなるべく損しないようにしておけば、たった2マナのカードで相当のアドバンテージを得ることができちゃうっていうことなんですね。このカードはマジックの黎明期に作られたカードで、開発者側もバランス調整とか何も分かってない時期だったみたいですね。均等だからええやろみたいな感じでデザインされたのかもしれないですね。続いては剣をスキン。クリーチャーを追放する黎明期の除去カードですね。驚くべきはその軽さ。1マナでクリーチャー何でも除去できる。他の色の1マナのクリーチャー除去は大体何かしらの制限があります。黒だと4マナ以下までしか除去できない致命的な一押しとか、赤なら炎の切りつけのタフネス4以下だけとか。このカードは除去できるクリーチャーの制限はなし。デメリットといえば、除去したクリーチャー分ライフが回復するだけ。マジックにおいてはそれはほとんどデメリットとは呼べません。昔はライフを回復する効果は強いと思われていたみたいです。このような理由により、マジック界最強の除去と言われるようになりました。レガシーやヴィンテージでしか使えませんが、白が入っていればほぼ採用されていると言ってもいいようなカードなんです。何回も採用されているので割と安く手に入ります。長く愛用されているというか人気の理由かなと思います。続いてはスレーベンの守護者サリア。2マナ21先制攻撃、そしてクリーチャーでない呪文のコストが1マナ増えるという効果。より強力なカードが使えるレガシーやヴィンテージになると、軽くて強いクリーチャー以外の呪文を多く採用する傾向にあるため、このコスト1マナ増えるという効果が重くのしかかってくることになります。またサリアはマナを生み出す土地を破壊したり使えなくするカード、不毛の大地とかリシャーダの港みたいなカードと一緒に使われる傾向にあります。なのでマナが出しづらくなった上で、より多くのマナを要求されると使われる側としてはもう厄介極まりないと。またね、効果の他にもイラストが人気という点も見逃せません。マジックは全体的に激アタッチなので、リアルめのイラストではありますが、かなり可憐というか
可愛らしい感じで描かれています。さあそして白のベストカード5選、最後のカードは週末。まあ元々は6マナなんですけども、奇跡という能力を持っています。そのターン最初にドローしたカードがこの週末ならば、なんと1マナで唱えることができるというカード、まあ、最も有名な組み合わせは師範の占い駒。このカードは1マナでデッキの上から3枚を好きな順番で並び替えることができて、タップするとデッキの一番上のカードを引いてこのカードを一番上に乗せるという効果を持ってます。デッキトップ3枚の中に週末があれば、好きなタイミングでしかも相手のターンにも打つことができてしまうということに。レガシーは軽くて手札を整えるドローカードが豊富なので、コマに頼らなくても結構簡単に週末を奇跡コストで唱えることができちゃうんですね。例えば渦巻く知識というカードがあるんですけども、これね、引いてしまった週末をまたデッキの一番上に戻せるという積み込みができちゃうというね、そんな強力リセット呪文を選出させていただきました。さて白のベストカード5選、いかがでしたでしょうか。もちろんこのカード入ってないやんけみたいな意見もあると思うので、よかったらコメントの方に自分のベストカード5選書いてみてください。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。